どうもこんばんは、オオカミです。本日も株ファクトリウム続きやっていきたいと思います。果たしてこのオートメーションがうまくいくのか。接続されていません。これ曲がってたらダメなのかな。これここ不安、ちょっと一回壊そう。炭、銅、鉄で全種類動くでしょ。ちょっと待って、銅多すぎる。で一回壊してベルトコンベヤーを、これも問題なのかもしれないな。一回キャンセルして、こっちからこうかな。それでインサーター。インサーターの向きが分かんないな。こう両方作ればなんとかなる。ちょっとスペースが足りなかったかな。もう一個こっちに作れば足りたような気がする。え、それで惜しい。動かない。これなんで動かないの。ベルトコンベヤー乗ってるんだけど、建設されるのを待っています。もう物はあるから、ちょっと一回いいや。あとは動くかどうかを知りたい。これなんで動かないんだろう。いや、建設されてると思うんだよな。ベルトコンベヤーってだって材料特に要求されないもんな。これなんで動かないんだろう。これか。ベタニウムがないと結局輸送できないってことなんだ。まだ早いってこと。ベルトコンベヤー使うのはそういうことみたい。ショック、ショック。これなかったことにしよう。じゃあ手動でいきます。なるほどね。じゃあ大量に頑張ってもらうしかないな。もう力技の世界になってくる。結構な量だよな。木の板もういいや。なんだっけ、木のパーツが必要。木のパーツで生成した木のパーツ、ここじゃないよね。多分こっち。じゃあこっちだ。でも機械部品が相当な数いるよね。100、200は必要だからしばらく待ちか。やっぱり銅と鉄がすごい必要。炭にかかってるな本当に。そうだよね、ベルトコンベヤーが使えないんだったら手動しかないよね。うん、結局まだ手動なんだ。まあ一応保管庫作ってあげて出し入れを自動でインサーターでやってあげるっていう考えはある。保管庫つなげて出口からここに直で入れてあげる。まあそれも悪くないのかな。ちょっと試してみた方がいいかな、もう一回。保管庫台でかまど、いや何が足りてないんだろう。炭足りてない、足りてるね。やっぱしブロック、鉄ブロックと銅ブロックが圧倒的に足りてないから、銅と鉄ブロックを作りたいから、やっぱりこれ欲しいんだよね。ちょっとゆっくり考えようこれ。まあ保管庫の出口はいいよね。うん、保管庫の出口からインサーターを使ってこっちに入れてあげる。3種類いけるのか。すごい不安ではあるけど、それで直でこれに入れてあげる。それでここからさらにインサーターで出してあげて、保管庫にで入り口。これでどうだろう。でこれの受け入りが鉄、銅、炭、これでどうかな。まあちょっと試しでちょっと待って、ダメダメダメ。出口でこれが銅、こっちが鉄、これで炭で3種類入れてあげて、でこれの受け入れが鉄鉱石、銅と鉄。これできたらもう手動でここに戻すしかない。動くかな。で電源つけてあげて、ここじゃないな。こっち銅、鉄、鉄、炭3種類入れて、こっちに銅ブロックと鉄ブロックで、これでうまくいくかな。少しでも楽をしたいっていうか、スピードアップ化を図りたいね。ちょっと銅多すぎるよ。ちょっと待って、これなし。ちょっとバランスよくお願いします。バランスよく。それ全部入れちゃったらダメじゃない？一回排除。ちょっと待って、鉄もダメダメ、もう終わり。炭入んなくないこれ。ちょっとどういうこと？これこれでうまくいくかな。この怪しい機械。お、入ったよ。どうなるの？そして誰か漕いでみてよ。ちょっと今一瞬動いたけど、え、なんでハテナなの？溶かされた鉄、銅。え、なんでこれ動かないんだ。電源ここについてるよね。ちょっとわかんないけど、もう一個電源つけてみるよ。もう動きそうなんだけど、これ絶対すごい不思議、動かないのが。これさえ動いてくれれば少し楽、ハイペースになる。ただでも材料の種類これ分けるの無理だな、普通に考えて。全部入っちゃうもんな、これな。数指定ができないから、結局。これなんで動かないの？こっち動いてて、え、何このシステムの違い。え、これ入れてあげて、ここに動くんでしょ？なんでこれ動かないの？すごい不思議。え、どうして？すごい知りたい、これ動かない理由が。え、なんで？どう考えても動きそうだけど。なんで一つ動いて一つ動かないっていう理由が分かんない。出口が悪さしてる、やっぱり。インサーターでしょ。いや、金になってる。提供可能になってるよね。保管庫入り口だもんね。こっちが出口でしょ。ここからこうは行ったんだよね。え、なんでこれが出ないの？すごいわからない。これちょっと一回壊そう。これできないの？できないこと自体が不思議だな。まあいいや、これこっちにやってもいい？したら動く？いや動かない。え、こっちなんで動いたの？え、炭もちゃんと動いてるのになぁ。ちょっと一回電源壊そうか。どこがダメなのこれ。全然理解ができない。だってここでしょ、ここだもんね。ここに電源がつけばいいわけでしょ。ここについてるよね、どう考えても。周りにこれあるのダメ？邪魔？こっち動いてるんだけどなぁ。これも動いてるのになぁ。動いてる動いてる。これも動くよね。意味がわからない。炭も足りてるしね。そして炭どこに行ってるの？炭見当たらないんだけど。いや炭あるね。これ動かないの不思議だな。これもあんまり動いてないしな。全然鉄が運ばれないんだよな。鉄だよね。そんなに運ばれない？何かのバグかな。やたら運んでくれない気がする。どういうことだろう。これは動くんだよな。おかしくない？どうしてこれ動かないの？現在稼働中になってる。これは？いや稼働中だよね。なんでハテナなんだろう。まあ何も作ってない時はハテナだけど。何かバグってるような気がするんだよなこれ。いまいちここの受け入れも悪いしな。ちょっと鉄ブロックの受け入れ悪すぎだよね。鉄が全然作られてない。いやわかんないこれ。謎すぎる。ちょっと人力と並行しながら今度もう一回考えてみようかな。でもこれ積みほら普通に運ぶんだよな。これが動いててこっちが動かない理由がわからない。右につけないとダメ。でもさっき右につけて動かなかったんだよな。あんまり関係ない気がする。もうとりあえず解体してみようか。もうこれは動かないよね、そうなるとね。あ、ここじゃないな。一応こっちに並ぶとこの箱の横なんかそういう細かいのも関係してるかな。それぐらいかな、違いは。さてでも一応稼働中にはなってるんだよな。人手が足りてないだけなのかな。まだ単純に炭が足りてない。いやでも炭あるんだよね、41個。ちょっと炭で溢れさせてみる。ちょっと炭出そうか。これでどうにか変わるかな。あ、今一瞬動いたよ。何え、どういうこと。一瞬だけ命体出たんだけど。わかんない。いやー、ちょっと手動で一応これ来ようと思うけど、一応この辺のシステムもバグのような気もしますけど、次回もうちょっといじってみたいと思います。それでは本日はご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。励みになります。オオカミでした。アディオスアミーゴス。またねー。